もしもですね、あなたが船員手帳をなくしてしまった場合、どうすればいいのかについて話したいと思います。もしもですね、船員手帳をなくしてしまった場合に必要となる5つのものというのをまず話していこうと思うんですけれども、まず1つ目がですね、雇用証明書あるいは採用証明書になります。会社にですね、すでに属している方は、会社にもらえばいいんですけれども、まだ決まっていない場合はですね、必要になることはないと思いますので、船員手帳が必要になる場合は、会社固有されてですね、船に乗り込むよという時ですので、その時にですね、例えば面接で、合格して内定をもらったら、その時ですね、会社の方に雇用証明書をいただけませんかと会社に言えば、郵送でですね、届けてくれますので、それをもらっておくと。で、一つ目がそうですね、雇用証明書ですね。で、二つ目なんですけれども、本籍地が、書いてある、記載のある、住民票です。はい。書類はこの二つですね。で、もう一つは、で、三つ目ですね。三つ目が、5.5×4.0 の大型の写真ですね。証明写真になります。で、その証明写真が2枚ですね。大きい証明写真が2枚必要になります。5.5×4.0 ですね。で、4つ目は印鑑ですね。はい、印鑑。印鑑というのは、必要ないと言われるかもしれませんが、もしですね、その再交付の手続きをするときに、間違えてしまったときのためにですね、印鑑を押すときが、押さなければならないので、一応ですね、印鑑というのは持っていった方がいいと思います。そして最後なんですけれども、収入印紙が必要になります。はい。で、これは郵便局で、もらえるんですけれども、この収入印紙の1950円分ですね。収入印紙1950円分を今郵便局で支払って、で、切ってもらって、で、これらのですね、5つのものを準備した上で、近くの最寄りのですね、地方運輸局の方に行って、手続きをしてもらうと。でですね、大体30分ぐらいですね、人が空いていたら30分ほどで、再交付の手続きをしてですね、新しい船員手帳がもらえるという、結構すぐ再交付はしてもらえます。はい、その時にですね、前のすでに自分で持っていた船員手帳の番号というのがあるんですけれども、それを知っているなら メモをしてですね、言った方がいいです。別にその前の船員手帳の番号が分からなくても全然調べてもらえますので、そこは大丈夫です。はい。で、ですね、で再交付してもらったもらってからですね、仮に、船員手帳、前の紛失した船員手帳が見つかったと、そういう場合にはですね、もう直ちにですね、すぐ、その紛失した前のですね、前の船員手帳をすぐに、また運輸局の方に持っていかなければならないということは、覚えておきましょう。